与楽寛女古墳は奈良県高市郡高取町与楽にある古墳。形状は豊墳。与楽古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。奈良盆地内園、海吹山から南に伸びる丘陵の先端部に築造された古墳である。丘陵大根城では寺崎、白壁塚古墳、与楽寛鈴鹿古墳、与楽寛女古墳が、 北から南に並び、周辺丘陵,陵には約100基の古墳が分布する。2002年度以降に発掘調査が実施されている。墳形は、方形で一辺36メートル、高さ10メートルを測る。墳形は2眼蓄成。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。戦力岩の巨石が使用された。 石室全長11.8メートルを測る大型石室であり、天井はドーム状を停止、特に石室高さは5.3メートルと非常に高く、奈良県内では最大規模になる。石室内の副装品としては、混同性耳は、銀製指輪、不明鉄製品、糖石、末器、弾き等が検出されている。この与楽漢女古墳は、 古墳時代後期終末期の6世紀抜用マイナス7世紀前半頃の築造と推定され、8世紀初頭頃までの追想が認められる。与楽関鈴鹿古墳、与楽関助古墳、寺崎白壁塚古墳の3期は、一体の古墳群の主張墓であり、ミニチュア炊飯土器の湿度、ドーム上石室の点でトライ系氏族の墳墓群と想定され、特に被壮者としては、 大和の怪しい一族とする説が挙げられている。古墳域は2013年に国の史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。石室原室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開港する。石室の規模は次の通り。石室には、 戦力岩の巨石が使用されており、石室内面に比較的扁平な面を向ける。側壁は、左壁で5段積み、右壁は4段積み。4壁を内側に持ち送り、ドーム状天井を形成する。天井石は、巨石1枚。原質床面は、粒手式であり、原質の中央には、漆喰の塗られた寒台が据えられる。原質は、床面積に比べて、 非常に高い得意な形態であるが、これは、付近の余楽関鈴鹿古墳やゆみ関鈴鹿古墳でも知られており、この地域の横穴式石室の特色として捉えられる。ありがとうございます。